今日はドイツ在住で自己表現ブランディングコーチとしてご活躍されている神谷千代さんをゲストにお迎えしています。千代さんは大学卒業後、広告制作会社、映画会社に勤務されていました。その後、もっと広い世界を見たいと思い、英国客船クイーンエリザベス2号のクルーズスタッフに転身。そこで知り合ったオーストリア人と結婚してドイツに移住されました。その後、秘書、通訳などを経て、2020年からコーチとしての活動をされています。千代さん、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日お聞きしたいこといっぱいあるんですけど、まずは、はい、千代さんをご存じない方のために自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、私はドイツ在住30年になるんですけれども、現在はですね、伝わる声とコミュニケーションの専門家として、やりたいことがわからないと悩むアラフィフ世代からの女性が自由な自己表現を通して社会に貢献していく方法をお伝えしています、という簡単なまとめ方なんですけれども。ありがとうございます。でお子さんが4人いらっしゃるんですよね。そうなんです。でもまあ4人といっても、もう上の2人は成人して独立してますし、あの下の2人ももう一番末っ子がもうすぐ15歳っていうことで、ほぼほぼ手のかかる時期は終わったかなっていう感じなんですね。皆さん大きくてももう自分の人生を考えるみたいな感じですかね。そうですね。もうあとは頑張ってくれみたいな感じで。そうなんですね。ゆりさんは、お子さんは？私は 5歳と7歳、うん、7歳の双子なんですけど、3人。あ、へえ、全員男の子さん？男の子が双子で、うん、下が女の子です。あら、ちょうどいいバランスですね。そうなんです。はい。ちょっとまずなんか結構前の話になるんですけど、これ面白そうだからお聞きしたいんですけど、うん、はい、あの日本で会社勤めを最初されていて、それでクルーズ船のスタッフになられたってことなんですけど、私あんまりクルーズ船のスタッフってあんまり知らない、一人ぐらい今まで、うん、そのクルーズ船のスタッフってどうしてなろうと思ったんですか。どうしてなろうと思ったかっていうと、やっぱりあの面白そうだなって思ったんですけども、その時はですね、ちょうどその時勤めていた職場があのアメリカ系の映画会社だったんですけれども、やっぱり、まあ、普段社内でも英語とか使ってて、そこのね、あの社長とかもアメリカから来てる人だったんですけれども、やっぱりもうボスとかのために英字新聞を撮ってるんですよね、社内で。でそれをあの社員も時々見てもいいってことになってて、ふーんって休憩時間とかに読んでたら、あの求人広告のところにあのクイーンエリザベス2世号スタッフ募集って広告出てたんですよ。でそれを見て、あ、本当にこれやりたいと思って応募したのがきっかけです。だからそれまでは別に船に乗りたいとか全然思ってたわけじゃないんですけれども、なんかたまたまっていう感じですね。新聞にそんな広告が載ってたんですね。それはびっくり。載ってた。船酔いとかしないんですか、そんないきなり船酔いとか。あのね、普通の時は大丈夫です。大型の船、とにかくもうスタッフが2000人いて、お客様がパッセンジャーって言うんですけども、が1000人乗れて、まあ、3000人ぐらい乗れる船なので、もうビルみたいに大きいんですよね。なんかね、船っていうイメージよりはなんかこうなんか建物みたいな感じで、それぐらい大きいとやっぱりちょっとやそっとの波だと揺れないみたいなんですよ。私も全然詳しくないんですけど、で、あの私の乗ってる時はほとんどそういう感じで揺れなくて、だから船酔いとかも私は経験しなかったんですけども、私が乗る直前1ヶ月ぐらい前にやっぱり冬の海ですごい荒れた時があったらしいんですね。なんかハワイから日本に来る時とかで、その時すっごい揺れて、みんなやっぱり船酔いして、あのひどい話ゲロゲロになっちゃって、でそういう時って私も知らなかったんですけども、もう船のもうあらゆるところに、汚い言葉で言うと、いわゆるそのゲロ袋っていうのが、なんかもうちゃんとね、あのクルーがもう用意しとくんですって。
でも要所要所にそういうのがもう廊下とかにあって、移動船内をね移動の途中でもあのなんか揺れてあの気持ち悪いってなったらもうすぐ使えるようになんかそういうふうにちゃんと設置されるんですって。そんなことがまあでも確かにそれ必要ですよ。うんね、だっていちいちほら自分の船室のねトイレまで戻ってられないって時あるじゃないですか、うんうんうん、じゃあそのクルーズ船ではどういうお仕事をされてたんですか。はい、あの私の場合はあのお客様のおもてなし係ってまあちょっとぼんやりした言い方なんですけれども、その時はちょうど半年間その英国客船なんですけども、それが日本のベンチャー企業であの貸し切りになっていて、日本のお客様をメインにあのお乗せしようっていう時があったんですね。でそのためにでお客様は日本人なんですけれども、スタッフはその2000人からいるスタッフはやっぱりインターナショナルでやっぱり英語オンリーなんですよほとんど。でそういうスタッフとお客様の意思の疎通を図るためにやっぱり要所要所であの例えばあの毎晩ディナーの後にステージがあって、そこであの素敵なショーが繰り広げられるんですけども、そのステージのね司会とかも普段はそのイギリス人のスタッフがねやってたりするんですけども、英語しかできないじゃないですか。で英語で Ladies and Gentlemen とかって言っても、まあお客様 そのぐらいは分かると思うんですけど、今日のショーはこれこれでこんな感じなんですよとかって言ってもそのところが分からないので、そういう司会を通訳したりとか、あとその船内プログラムでお客様が例えば、ね、長旅の間でも全然飽きないように朝から晩までいろんなプログラムがあるんですけれども、あの例えば午後のビンゴ大会、ビンゴゲームとかっていう時でも、あのみんなにビンゴの紙を配ってこれから読み上げますよとかいうのも英語だと分かんない方多いじゃないですか。でそういうのを通訳したりとか、そんな感じの、まあ、そうなんですね、はい、面白そうですね面白かった。えそれはど日本からどこに行くんですか。日本を中心に短いところでは韓国のなんだかな、釜山じゃなくて馬山っていう馬の山って書くんですけども、馬山っていう港に行ったりとか、あと香港行ったりとか、あと長い時はバリ島クルーズとかフィリピンとかあっちの方まで行ったりして、あ一旦帰港してまた出るみたいな感じ。そう行ったり来たり、やっぱり日本のねお客様メインでやってる時期だったから、日本から出発して何日か行って帰ってくる、でまた別今度は別のとこ行って帰ってくるっていう感じで、最後はハワイまで行ってそこでおしまいかな。あこれってもしかしてバブルの時とかそういうことですか。そうそうそう、バブル全開の時ですね。クイーンエリザベスにも貸し切りとかできる企業があったっていうのがすごいです。ベンチャー企業でそれやったっていう、本当バブルですよね。それこそゴッホのひまわりを1枚買ったとかああいう時代ですから。すごい、じゃあその時に今のあ前の旦那さんに会ったってことですか、うん、そう、その船の上で出会った人が、まあ、前の旦那でオーストリア人だったんですね。うん、彼も働いてたんですか。そうそう、あの彼はレストランマネージャーかなんかで、船内に4つ大小いろんなレストランがあるんですけれども、そのうちのなんか2つを任されてたのかな。うん、そんな感じで結構もうスタッフってもうほぼ合宿状態だから出会いとかが多いんですか。そうですね、スタッフ同士でパーティーとかもやりますし、ま、あのお客様とスタッフの場所って厳密にやっぱりあの船の中ってある程度階級社会なので、うん、すごい分けられてるんですけども、船の上の方はお客様の場所で、船のこう喫水船からこう下海底の中にあるのがあのスタッフの場所みたいな感じで分けられてて、でそのスタッフだけのパーティーとか、そのねこの暗い日のささない海の底のなんかそういうやっぱりあのパーティールームとかあるんですけども、そっちの方で、まあ、食堂に毛が生えたようなもんですけどね。そういうところでタイタニックのあれを思い出すね、階級社会ですよ。そうそう、みんな雑魚寝してるみたいなあんな感じですよね。
面白いですね、でご主人あその前のご主人と知り合って、うん、それを辞めてドイツに行かれたってことですか。そうですね、うん、じゃあ行くかみたいな感じで。あ、そうなんですね、はい、じゃドイツにその時は30年前って言ったら90年代とかですか。そうですね、90年代の初め、91年からって感じですね。あ、じゃあ東西ドイツが統一したあたりですか。ちょうどそう、壁が壊れた直後って感じで、で私もこのドイツに来てすぐね、ベルリンとか遊びに行ったんですけども、まあ壁は壊れてたんですけど、まだ当時ね、そのストリートで壁のかけらとか売ってたんですよね。その、あの落書きとかスプレーでガーッとかみんなしてるじゃないですか。そういうのがもう壊されて、はい、いろんなかけらがあってそういうのを売ってたりとか、あとあの森鴎外がね、留学した場所で有名じゃないですか、ベルリンって、はい、でそのね、あの当時の映画を描いたそういう小説とかも書いてます、舞姫とか書いてますけども、その中でやっぱりそのベルリン一の目抜き通りっていうことでウンターデンリンデンっていう通りの名前が出てくるんですけども、でそこもね見に行ったんですよ。そしたら西側はそれなりに当時もすでに割とカラフルだったんですけども、ドイツでもね、でその東側にあったウンターデンリンデンっていうのがもう通り全体がグレーなんですよ。もう灰色って感じで、なんかすすけてるっていう感じで、でそう、あの建物もなんか全みんな背が低いし、もう1階建てとか2階建てぐらいのものしかなかったし、でそんな中になんかえっていう感じでヤマハ発動機とかヤマハモータースとかっていうなんか看板出てたりして、あ、東側にもヤマハはあったんだとか思ったんですけど、もう全然暗い感じで、やっぱり東西の差っていうのはそこで私なんかちょっとだけ感じましたね。ああ、そうなんですね、うん、じゃあそんな何か新生ドイツの時に移住されて、その時って実際に住んでみたら どういう感じだったんですか。なんか面白いなとか大変だなと思うことありました。あ、うん、面白いなって感じた、まあ、あのほらよくね、あのドイツに来る前は日本とドイツは気質が似てるからとかね、真面目で時間守って働き者でとかっていうのを聞いてたんで、じゃあそんなに心配ないかなと思ってきたんですけども、ただやっぱりね、時間を守るとかって言ってもやっぱりこれは程度問題、やっぱりこうね、あのドイツはヨーロッパの中、世界の中では比較的時間を守るけど、日本に比べたらまだまだ赤子の手をひねるようなもんですわとかっていう感じで緩いし、でもっと緩いのが、これは緩いわと思ったのは、そのまあ文化的なところなんですけれども、あの日本とかアメリカでもそうだと思うんですけども、割と公共の場所でのこう裸っていうのはありえないじゃないですか。この裸体っていうか、あのところがドイツではその、まあ、旧東の方でも盛んだったらしいんですけども、やっぱりこの自由な体の文化っていうのがあって、自然の中であの大自然と一体になるために、人間も自然のままの姿になってそれを感じ取ろうみたいなところがあってですね、あの夏になるとはっきり言ってもうオールヌードで日光浴公共のバレーですか。はい。ああ、そうなんですね。あのそう、普通の市内の公園、あと例えば私の今住んでる町ミュンヘンっていう町なんですけども、そこの市内にあの横幅1キロ縦が7キロぐらいに及ぶすごい自然派の公園があるんですけれども、そこの中の芝生とか、まあ、川が流れ小川が流れててね、その周りが芝生になってたり木立があったりするんですけども、その川のほとりの芝生の一体、まあ、全部のとこで OK ってわけじゃないんですけど、ある地域はここはその裸での日光浴 OK よっていうコーナーがあるんですね。でそこに行けばあの皆さんあの、ね、夏のお天気のいい時とかはすっぽんぽんで日光浴したり、バドミントンを楽しんだり、最近はビーチバレーなんてのも盛んになってきましたけれども、
やってるわけですよね。いやそれ見て、どこでビーチバレーするんですか。はい、はい、あの気が知らないのかな。なんかね、特に男性の場合なんかやりにくいんじゃないかとか勘ぐったりしますけども、なんかやってる人は楽しそうにやってるんで、まあ、本人がね楽しければ一番だわねって。そういうところなんです。なんかすごい真面目な人が集まってるところなのかな。そうだから、その真面目っていうのも、でもゆりさんもねロサンゼルスにお住まいだっていうことなんで、もう薄々感じてると思うんですけど、日本人のこうやっぱり価値観ってもう世界の中でも飛び抜けてガラパゴスじゃないですか。なんか日本の常識は世界の非常識みたいな、そういうとこって感じません？ああ、そうなのかな、わかんないんですけど。まだわかんない。そのうちあのあれいろいろあると思うんですけど、うん、というわけで、だからそのね、日本でいういわゆる真面目っていうのが、じゃあ裸を一切見せないことが真面目なのかっていうと、ちょっと疑問に思いません、ゆりさん。じゃあゆりさんにとっての真面目って何ですかとか、そういうこと考え出すと、ああ、なるほどなるほど。いや、なんかすごいピューリタンみたいな感じなのかなとか勝手に想像してたんですよ。あ、なるほどね。うん、あのイメージ的にドイツ人なんか そういう感じなのかなと想像していたので、そうね、厳格でとか思う、うん、そう、私も実はやっぱり来る前そう思ってたので、そういうね、あの厳格っていうか、だからそういうそれをもういっぺんにガーンと打ち崩されたみたいな。うーん、面白いですね。でもそう面白い。でもね、だからあの真面目に不真面目っていうか、よく あとはあのこの間東京オリンピックのドイツ公共放送のコメンテーターをですね、東京在住のドイツ人女性がなさったんですけども、マライさんっておっしゃる方なんですけども、その彼女が日本でももう日本語で本出してらっしゃって、笑う時にも真面目なんですっていうようなタイトルの本でね、確かになんかそれがすごくドイツ人をよく表してるかなって思って感心しました。うん、なるほど。じゃあそこでずっと働かれてたってことですよね。最初から働かれてたんですか？そうですね、最初あのね、ヨーロッパって結構女性も働かないとあのっていう割と意識が強いんですね。日本みたいに専業主婦ですっていうと、なんかちょっとえってなんか何それっていう感じになっちゃうんですけれども、あのそういうわけで、まあ私も前の旦那にね、本当は最初そんな最初来たすぐ来てから来てすぐはドイツ語もほとんどまだできないしとか思って、その仕事なんかできるわけないよねっていう気持ちで来ちゃったんですけども、旦那の方はまあドイツにいるんだから、なんか適当に何でも仕事をできる仕事をするだろうみたいな感じで思ってたらしくて、仕事しろ仕事しろって言うから。そうなんですね、うん、そうで、じゃあしょうがねえなっていう感じで、まあその時の私にできる仕事を探して、まあ最初は現地の日系企業のアシスタント業務、まあ秘書みたいな感じでね、まあ日本語はできるし英語もできるし、とりあえずあとちょっとドイツが片言だけど、まあ、なんとかなるだろうみたいな感じで、うん、そういう感じでスタートしたわけなんですね。でそれから本当に私は実は結構いろいろな職種にチャレンジしておりまして、で、まあ、ドイツ語がちょっとずつできるようになってからは、その現地でミュンヘンって結構観光都市なので、当時まだ90年代は日本からのツアーのお客様とかも結構いたので、そういう方々のために現地のね、いわゆる旅行ガイドっていうのもあって、うん、結構現地で手広くあのそういう手配などをしている会社があったので、そこに行ってミュンヘンの旅行ガイドの基礎みたいなのを習って、フリータイムはそういうところで日本からのツアーのお客様のねガイドをしたりとかいろいろやってました。ああ、そうなんですね、うん、でじゃあその企業にお勤めされた時もあり、ご自分で何かされた時もありって感じなんですか？そうですね、うん、っていうかもういつもなんかパラレルで
あ、そうなんですね。やってた感じですね。あの企業の方が日本とドイツの、ね、時差もあるし、そんなフルタイムではいらないよっていうところで、じゃあ半日でいいですよねみたいな、半日勤務とかってやってて、でだから結構まあ余力はあったっていう感じですね。あとさらには現地の日本語補習校ってあるのご存知ですよね、皆さん、はいはい、うん、でミュンヘンにも日本語補習校があって、そこは土曜日だけの学校なんですけれども、そこの先生をやったりとか、うん、なんか結構いろいろやってますね。あ、そうなんですね。え、うん、じゃあ今のお仕事は、一つご自分のビジネスなんですか、それともなんかいろいろされてるんですか、はい、今も結局その時からやってるようなこと、例えば通訳っていうのもフリーで始めたわけですよね、まあ、ちょうどね日本語もできるし英語もドイツ語もできるんならちょっとやってよみたいな感じで始めて通訳とか、ドイツの方ではあの展示会、日本一ビジネスっていうのが非常に発達していて、結構日本の企業からもドイツの方でね展示会に出展するとか、あと出展しないまでもちょっとあの勉強したいということで視察にいらっしゃったりとか、そういうことも多いので日本一での通訳とかもやってましたし、そういうところからなんか今につながって今の仕事があるっていう流れに自分では思ってるんですね。というのは通訳って結局言葉をその場で伝えていきますよね、はい、で言葉を伝えるだけではやっぱり伝わらない溝があるなってある時気づいたんですよ、うん、というのは例えば名詞っていうのを日本の方はすごくねやっぱりこうとても大事にしていて、もうこれがないとビジネス始まらないっていうような感じで考えてらっしゃる方多いんじゃないかと思うんですけども、日本以外の国、例えばドイツとかね、他のヨーロッパでもフランスとかイタリアとかでも、まあ、単に名前の書いてある紙ぐらいのつもりでいて、名詞一つに対してもこう日本人とドイツ人の思い入れが違うっていうところがあって、そこからその名詞の取り扱い方とかでも全然違うんです。もう日本だとやっぱりこう両手できちんと角を持って相手に文字が読めるようにちゃんと向きを整えて渡して差し上げる、渡す時にはさらに軽くお辞儀もしながらみたいな感じで、皆さんもね新人研修のマナー教室とかで習うと思うんですけども、ドイツ人にとっては名詞って単にこう名前を相手に伝えるだけのものっていう感じで、だからもう片手でもひょいっと渡してきたりする、うん、そういうところをやっぱりね、これはあのもしもし日本人とビジネスするときはこれだとちょっとあの伝わらないことがありますよっていうのを伝えたくって、異文化コミュニケーションセミナー講師になったんです。あ、それはドイツ人向けにされたことですか。はい、そうなんです、うん、ドイツのビジネスピープル向けに日本のいわゆるビジネス文化、こういう気持ちでやってますとか、例えば根回しが大切ですとかね、うん、そういうお話をお伝えして、じゃあ日本とのビジネスがこう円滑に進むように、そんな感じでやっていたんですね。でそれもフリーランスでずっとやっていたんですけれども、日本の経済状態がどん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 下降していきましたよね、90年代から2000年、はい、2010年にかけて。でそんな中で私がその若い頃っていうのもあれなんですけれども、80年代とか本当にね、さっきゆりさんもおっしゃったみたいにバブルの時代で、もうイケイケ、もうジャパンアズナンバーワンとかっていう本もあったぐらいで、もう世界で日本の話を聞かないことはないっていうような時代が未だに私の中でもこうイメージがあるんですけれども、それがですねやっぱりもう今2021年、もう数年前からどん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 日本のこう世界的地位がだだ下がりになって、うん、でその代わりにね中国が台頭してきましたよね、世界のこの経済の中で注目を浴びる国という形で、うん、でそうなってくるとやっぱりそれまでやっぱりこうビジネスをするにはじゃあ日本だ、日本のじゃあ文化も知らないとダメだっていうことで、結構その日本
に対するこう異文化セミナー、異文化コミュニケーションセミナーっていうのも結構人気があったんですけれども、それがね、もう過去5年はもうドーンとなくなってきたわけです。で、そういう状況を見ながら、やっぱりもう需要がないと、供給もできないじゃないですか。だから、はい、もうそういうセミナーとかがどん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 少なくなっていって、これは困ったなっていう感じで、で、思っていたところに、セミナー講師として、私の場合、やっぱりいろいろお話をしたり、自分でこの講座の内容を組み立てたりとかっていうこともね、やっていたので、そういうところから、じゃあ、これをもう少しなんとか別の形で役にね、立たせることはできないかなと思って、そこで、あ、コーチングだと思ったんですね。で、コーチングっていうのが、やっぱり、こう、クライアントさんとの対話を通して、そのクライアントさんが今まで気づいていなかった、新しいこう視点だとか気持ちなんかもね、発掘してもらえることがありますよね。そういうことができるっていうのがすごく今まで私が培ってきたもの、ね、例えば通訳でね、お話をする、言葉だけではない文化も伝える、異文化コミュニケーションセミナーでその文化についてお伝えする、そういったところが全て活かしていくことができるかなと思って、で、コーチングということに注目してですね。そうなんですね。じゃあ今どういうコーチングをされてるんですか？今現在は日本の女性に向けて、やっぱりこう何かやってみたいけど一歩踏み出せないとか自信がなくてとか、そういう方に向けて自分自身をね、まず受け止めてから、そこから自分の好きなことで自己表現をしていただいて、その自己表現をすることで社会に貢献していく、自己実現をしていただくという、そのサポートをさせていただいていあ、そうまなす。んですね。はそい。のお仕事は、なんかどういうところが面白いとかありますか？そうですね。やっぱりクライアントさんとお話ししていて、私にはもうパーッとこう、こうなってこうなってこうだよねっていうふうに、そのクライアントさんの気持ちが手に取るように分かるのに、クライアントさん自身は気づいていないっていうところに、まあよくね、まあコーチングのスキルのね、一つである質問とかを投げかけたりして、その質問に答えていくことで、クライアントさんが、はぁって気づく、そういう一瞬をご一緒するっていうのが、私はなんかすごく嬉しいっていうか、すごく、コーチングやっててよかったなって思う醍醐味のあるところですね。あ、わかります、わかります。ね、ゆり昭和のさん瞬も間、好ね。きです。ね、そうですよね。なんかパーッとこう雲が、なんていうの、薄れていく、霞が開けていくみたいな、そんな時ありますよね。じゃあ、ちょっと、千代さんのブレイクスルー経験についてお聞きしたいんですけど、はい。何か今までご自分の中でブレイクスルーがあった出来事があったら、その前後でどんな風に、前どんな感じで、その後どんな感じになったか教えていただけますか？そうですね。自分自身の、まあ、ブレイクスルーってやっぱりいろいろね、あるんですけども、やっぱり一番こう、子供の頃に体験したことは、やっぱりそれも日本の文化っていうのと関連してくるんですけれども、ある時、私、子供の頃バレエを習ってたんですけども、そのバレエの発表会で、妹のクラスにいた、妹もバレエやってたんですけど、今、バレエ教室やってますけどね。その妹のクラスにいたお嬢さんの、そのバレエの発表を見て、で、その彼女が顔立ちのすごくはっきりしたお嬢さんで、バレエのステージメイクとかもすごい映えてたんですよ。で、私がその彼女に、あなた、ちょっと名前もう忘れちゃったんですけど、まるまるちゃん、顔立ちがはっきりしてるからメイクも映えて素敵よねって言ったんですね。で、私としては、その日本的文化の中で、彼女が、いいえ、そんなことありません、みたいに謙遜するっていうリアクションを予想してたんですね、きっと心の中で。ただ、彼女のリアクションは違った。そこで彼女がにっこり笑って、ありがとうって言ったんですよ。で、その時私は、すごいびっくりして、それをびっくりしたのはなぜかっていうと、
もう当然彼女は謙遜してそんなことないですとかって言うだろうと思って、その無意識のうちに、自分では無意識のうちにそう思ってたのに、彼女がそういうふうにもうにっこり笑ってありがとうってね言ったっていうのは、私はすごくびっくりして、あ、ありがとうって言えばいいんだって、変にねこう日本的に、いやそんなことないです、私なんかまだまだですとか、あのって言わなくていいんだっていうのが、なんか私の中のそういう異文化コミュニケーションセミナー講師になる道のりを作ったことにもなるきっかけのブレイクスルーだったのかなと思うんですよね。なるほど、ありがとうございます。いえいえ。じゃあこれからどんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいですか？そうですね、やっぱり私は本当にこうなんか今の日本人女性の方がもうがんじがらめになってるような気がしてしょうがないんですよね。っていうのはやっぱりその日本的な文化、例えばね、あの女は30過ぎたら何とかだとか、若い方がいいとか、男より一歩下がって何とかしてろとかっていう中で、あとお母さんとしてもあのいわゆる3歳までの3歳神話とか、あの母乳神話とか母乳育児神話とか、もういろんななんかこう社会からの抑圧でがんじがらめになってる、そういう方たちね、そうやってすごくもう苦しんで悩んでる方が多いと思うんですけども、そういう方がそうじゃないのよ、日本ではそうかもしれないけども、もうちょっとね広い世界を見てみると全然そんなことなくても大丈夫、生きていけるんだからっていうことで、ご自身のね個性を生かして、本当にね自分がやりたいと思ったことをやる、やりながらそれで、ね、まあ、自己表現をしていただいて、そういうことで自分自身が輝いて世界を照らしていく光となってほしいなっていう、そういうふうに思っています。今お客様は日本に在住の方なんですか？そうですね、今まではあの日本在住の方が多いですね。そうなんですね。なんか、はい、あのドイツに移住されたい方とかですか？海外移住されたい方とかですか？どうなんだろう、海外移住されたい方っていうか、まあ、そういう方もねあのいらっしゃるとは思うんですけども、今までまだそういう方とはあのあまり巡り合っていなくて。あ、そうなんですね。じゃあ日本在住で日本でお仕事されてる方とか、そういう、そうですね、そうですね、なんか自己表現をしていく、はい、お手伝いをしているってことですか？あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。いえいえいえ、はい、それはなんか私もすごい、共感します。そうですよね、はい、じゃあ今もやもやしている人にアドバイスをいただきたいんですけど、あのこれから自分の道を作っていきたいって思っている人に一歩の踏み出し方を教えてください。一歩の踏み出し方、これはやっぱり自分の好きなことをやってみるってことかなって思うんですね。というのは私もあの以前、もう10年ぐらい前になるんですけれども、やっぱり家事と育児とお仕事もして、なんかもうすごくそれだけで結構時間が経ってしまうじゃないですか、はい、そんな中で本当にもう子供がね、まあ末っ子がまだ小さい時はお風呂もろくろく入れないみたいな生活してた時があって、そんな時にもうちょっと私このままじゃダメになっちゃうと思って、あえて週に1回ジャズボーカルのレッスンに行くことに決めたんです。で、そういう形で自分のね好きなことをする時間を取る、自分時間って私呼んでるんですけれども、自分時間をもうちょっと今もうスケジュールいっぱいでもうこれ以上無理でしょって思う時こそ、あえてその週にね 2,3 時間でも自分の好きなことをする時間っていうのを確保していく、うん、そうする必要があると思うんです。そうしないともう本当に自分がなくなってしまって、もう周りに振り回されてどん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 自分が分からなくなってしまうので、時間は作るものってよくねあのビジネスの世界でも言うのをどこかで聞かれたこともあると思うんですけれども、そう本当に自分を大切にする時間っていうのを確保していく、それが第一歩かな、
ちょっとなんかぼんやりした言い方で申し訳ないんですけど、うん、それがでもなんかまあ、うん、女の人は結構自分が後回しになる人が多いですね。そうそうそう、うん、ね、やっぱり家族のためとか友達のためとかで本当にぐちゃぐちゃになってること多いので、やっぱりじゃあ私はこの何曜日の、 この何時から何時は自分のことするって、うん、もうスケジュール帳にね書いて他の予定入れないっていう風にしていくのがいいのかなって思うんですね。確かに、なんかその話を聞くと、あの飛行機の酸素マスクをつけるとき、大人が最初につけて子供につけるっていうのを、確かに確かにつながりますよね、うん、まず自分が満たされてね、あとシャンパングラス、あのシャンパンタワーの法則とかっていうのもありますけどもね。確かにそっちの方がいいですね。いやでもあの酸素マスクすごくよくわかります、もっとそっちの方が死活問題って感じしますもんね。自分が満たされてないと他の人はどうもできないってことですよ、満たせないみたいな。はい、ありがとうございます。じゃあ千代さんのお話を聞いて、まあ、千代さんのことをもっと知りたいっていう方がいらっしゃったら、どこでフォローすればいいかとか教えていただけますか？はい、ぜひ LINE 公式アカウントにご登録いただけますと、あんまり私ね、そんな毎日毎日メッセージ出さないんで、本当に月に数回っていう感じで、ゆるい感じでやってるんですけれども、ちょうど10月の初めにオンラインでの話し方っていうテーマで、無料セミナーを開催する予定なので、そんなあの、ね、これから話し方とかコミュニケーションとか伝わる声っていうような、ね、テーマでお気になっている方がいたら、ぜひご参加いただけますので LINE 公式に登録していただければと思います。はい、ありがとうございます。他にありますか？あとインスタもやってますとか。そう、わかりました。じゃあ LINE とインスタをじゃあ、はい、貼っときますね、ショーノートに。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ千代さん、今日はどうもありがとうございました。いやいや、こちらこそどうもありがとうございました。